サンペドロはアメリカ海軍の紹介フリゲート、タコマ級フリゲートの一隻。艦名はカリフォルニア州サンペドロにちなむ。サンペドロは海事委任契約の元1943年4月17日にカリフォルニア州ウィルミントンのコンソリデーテッドスチール車で寄港した。4月15日までは PG-145 と呼ばれた。 1943年6月11日に、バージニア,アンマッセイによって、命名、浸水。1943年10月23日に、艦長、シーオー・アシュレイ沿岸警備隊少佐の指揮下収益した。成長後サンペドロは、太平洋南西部に向けて出港した。1944年4月初めは、アドミラルテ諸島で短期間の戦団越え任務に、従事し、 同月末は西部ニューギニア統合部隊の一部となった。サンペドロは部隊の最初の任務でホーランディアに移動し、6月にはビラク島に、7月にはヌムフォール島、8月にはサンサッポア岬に移動した。9月にはモロタイ島に向かう PT ボート用の完全装備された拠点を整備するためのタグボートと橋家船団の護衛を行った。 10月18日にサンペドロは、レーテ島攻撃のための船団と共に出航した。月末には、日本軍による航空攻撃に対する対空支援を行い、敵機2機を撃墜した。レーテ島への攻撃は陸上へ継続した一方、サンペドロは、ホーランディアトレーテ島間の補給船団を護衛した。12月5日、レーテ島付近で1機の日本軍機が船団に対して、 攻撃を行い、リバティ戦、アントワーヌ・ソー・グレインに魚雷を発射した。日本軍機は、遊軍機を引き連れ再びリバティ戦に致命的な打撃を与えた。サンペドロは、リバティ戦の生存者178名を救助し、同時に沈みゆく船に対する3度目の攻撃を撃退するのを支援した。サンペドロは百四十四年十二月十七日に、太平洋南西部を出港し、 オーバーホールのため、マサチューセッツ州ボストンに向かう。4月にオーバーホールが完了すると、サンペドロはアリューシャン列島に向けて出港した。サンペドロは1945年7月12日にアラスカ州コールドベイで退役し、翌日ソ連海軍に引き渡された。ソ連では護衛艦を意味する EK の略号を与えられ、 EK-5 の艦名で7月23日付で太平洋艦隊に編入された。EK-5 は8月12日に行われた拉致、上陸作戦に参加した。1949年10月17日にはアメリカ海軍に返還され、1953年3月30日、日米船舶対応協定に基づき第3回対応艦として警備隊に対応され、 かやとして収益し、同年4月1日、第2戦隊に編入された。なお、同日付で第1戦隊軍が新編され、第2戦隊は同軍に編入された。1957年5月10日、第2護衛隊が廃止及び練習隊軍の新編により、 1> 第1練習隊に編入され、カヤは第1回及び第2回遠洋練習公開に参加した。同年9月1日、艦籍番号が PF-288 に変更された。1961年12月1日にアメリカ海軍から除籍、1962年8月28日付で太陽から教養へと変更された。 1964年12月10日、第一潜水隊に編入。潜水艦の訓練支援任務に就くため、後部の山陰地方及び、両原の爆雷投射機を撤去し、訓練魚雷用収容のラビット等を装備した。1965年2月1日、第一潜水隊軍新編に伴い機関として、編入。1972年3月31日に、 補完船に区分変更された。補完船に区分変更後は、佐世保教育隊の停泊実習船として使用され、1977年4月1日に除籍された。1978年7月26日にアメリカ海軍に返還されたが、防衛庁技術研究本部が実感標的とするため競売で落札。 開発中の国産空対艦ミサイル ASM-1 の標的艦とするため所要の偽装工事が実施され、1979年6月13日、対艦ミサイルの標的艦として撃沈されている。カヤは18隻対応された PF の中で最も長く自衛艦席に止まった PF であった。サンペドロは第二次世界大戦の先行で4個の従軍聖賞を受賞した。 ありがとうございます。